ランチェスカです。セツさんです。さあ今回は、久々のピアス購入品紹介していきたいと思います。ということで、ピアス購入品紹介したいなと思いつつ、ちょっとちょっとバタバタしてて、できなかったんですよ。チェスカさんがだいぶご多忙だったんで、イタスさんはいつも毎回通常運転なんですけれどもちょっとわたついたのでね。そう、今日は久しぶりに呼ばれたんですよ。最近呼ばれんな、嫌われたやつみたいな。忙しいね。でもね、しっかり好きなものは好きだから、お互いね、ピアスショップいろいろチェックして、これかわいい、これ欲しいって。最近ね、ドラッグ沼にハマりそうなんですよ。ドラッグテスト。そう。めっちゃいいよな。でね、なんか新商品の、更新頻度がすごく高くて、そうコロコロ変わるやん、なんか売り切れも早いし、そうで、なんか気に入ったのは即買わないと本当になんかちょっと考えようと思って朝になったら売り切れてたりするよ。そう、もう一晩置いたらなくなるよね。そうで、結構ツイッターとかでも可愛いやつ入荷したっていうのが流れてきて、ついつい見に行っちゃって、ついついポチっちゃって、そう、しかもこう高頻度やから、買ったものが届く前にまた欲しいと思って注文してっていう沼にハマって、沼にハマってますね今。そうなんですよ。ということで、今までねこの動画で紹介できてない分も含めたら割とな回数買ってるんですけど、でも最新の分でね、どうしても今すぐつけたいっていうものがあったので、今回はそれを含めて最新のものを紹介したいと思います。はい、あと個人的にはチェスカさんにつけてほしいやつもありまして。私がつけるの？うん、私が私につけるの？そうなっていうのもありまして。もう分かりました。はいはい、じゃあ何を買ったかをまず見ていきたいと思います。こちらでーす。まず一つ目、これ0円だったかな？0円でした。うん、このインダストリアルのハート型にグリーンテープで、ね、これなんかいろいろ色があったんね。そう、レインボーとかね。見てる間に売り切れちゃったっていう。そうレインボー欲しかったんですけどね。カゴに入れてて、他の買うのを考えてる間に売り切れるっていう。そういうこともあるよね。そうですね。そして、これはね、私が一目惚れしたというか、見てて欲しいなと思って買ったんですけども、それとバーベルでキラキラがついてる雪の結晶みたいな形になってるストレートバーベルのピアスです。これは絶対好きやろって言って、絶対買った方がいいよって言ったやつです。そう、なんかこうちょっと変わってるもの、おかしい、面白おかしいものが好きなんで、これはねついつい誘いに乗って買ってしまいました。ユニコーンかな。そう、しかも暗闇で光るっていう。そうなんですよ、ちょっと魅力的なので、これをつけてほしいんですよ。これを今日私に。そうで、ちょっと電気を消してみたいなっていう。ああ、いいですね、はい。入るかな？これ14ゲージやろう。入るかな？どこに入るの？耳タブ、拡張してないけど、ちょっと試してみますね。で、今日のメインでございます。こちらです。同じもの2個買いました。イタスさんが一目惚れした。これは絶対買わなくちゃってなった可動式ピアスです。いいよ、可動式。最近私たちがハマっている可動式シリーズですね。チェーンで星型になってる。インダストリアルにつけれるバーベルですね。かわいい。欲しいね、買いたいなって言って買って、次の日にはもう売り切れてたんだ。あ、そうなんだ。そう。沼にはまりすぎるから、あんまり買った後すぐに見ないようにしてるんですけど、そうなんだ。すごいかわいい。で、イタチさんは星モチーフが大好きじゃないですか。そう、大好きですね。だからこれはね、イタチさんの好みにぴったりだと思います。そうなんですよ。チェーンも好きなんで。はい。じゃあ、早速ですが、イタチさんのご希望に沿ってこのキラキラをつけていきたいと思います。チェスカさんはつけないんですか、このキラキラは。私今星つけてて気に入ってるんですけど、どうしよう。お揃いしましょうよ。じゃあしようかな、せっかくなので。ではイタチさんのお耳、インダストリアルが開いてる方のビフォーです。ここの2箇所取って、これを外してここにチェーンをつけていきたいと思います。はい、つけ終わりました。こんな感じになりました。チェーンです。星のついている。ちょっとこのアウターコンクにつけてるのと被るというか、ちょっと当たってる感があるんですけど、チェーンなんで軽いからそんなに当たって痛いっていうほどではないかなと思ってます。ビフォーでーす。かわいいです、これも。はい、こんな感じになりました。ユニコーンもついてます。イェイ。かわいいです、チェーン。かわいい。ユニコーンは？ユニコーンもかわいい。光るんですかね？暗いとこで光るっぽいですよ。おー、光ってます。光ってる？光ってます。
おお、ちゃんと撮れてます。光って動いてます。結構光ってるね。つけるよ。うん、結構光ってました。後で確認してください。わーい。はい、ということで無事に可愛いピアスつけ終わりました。はい、はい、とっても可愛い。大満足。光るやつが思ったより光る。確かに、うん、ちゃんと光ってくれる。かわいい、かわいい、かっこいいユニコーン。なんかシュール、シュール。光るだけじゃなくて、なんかこうドクロっぽい感じだから、確かに確かに、かっこいいのかな、うん、ユニーク、なんて言うんだろう、個性的。確かに個性的、うん、まあ個性的なの好きなので。他にもね、ピアスいろいろ買ったを買ったし、この動画を撮るまでにも何本か買っとったんですけど、うん、まだ紹介しきれてない分とかが結構あるので、それも徐々に紹介していこうと思います。また可愛いのあったら紹介します。はい、では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。